はい、ありがとうございます。発表させていただくことになりまして、どうせそのあの全体をあの復活するんであれば、やっぱり地元のやり方でやりたいなっていうのが正直あったんです。しかしそのやっぱりもう今西日本で免許を持っている方がもう本当にもう 2,3 件しかいないということで、他の方にちょっとお話伺いましたら、もうご高齢ということで機械を使ったりだったとか、もう現在のやり方でやっておられるんですね。それでもう完全に西日本のやり方であるんですけども、それが廃れてしまっていた状態なんです。でそこでたまたま自分がですね、この中長のご年配の方にこういうのがあればできるんですけどねって言ってたら、もうなんか勝手に皆さん自分が思ってる以上に探してくださってて、あったねってことで1週間もしないうちに見つかって、しかもそれがこの前の集落だったんですけども、それであれが昔麻の繊維を取るために使われた麻のためのミングなんです。で昔はあのような形でちょっと天秤といいますか、反対側から紐を引っ張ってまず上げて、でそこに麻の茎をセットして、また下ろして、そして3時間ほど蒸して、蒸し上がったら麻の繊維の茎の部分が取れるようになっているんですね。やっぱり現代のやり方ですと、確かに機械が機械だから早いのは早いんです。ただやっぱりその昔のやり方に比べると繊維の質自体も落ちるんですね。でやっぱりそこで自分もそのこういった部分にそのなんか今の現代人が忘れてしまった大事なものをすごく感じてまして、で何かの機会で復活できたらなと思ったので、本当に今回いろんな偶然というか重なりまして、こういう運びになることができました。本当に皆さんのおかげとも思っております。本日ちょっと引っ張らせていただきますけれども、上げるときは、なんか適当に、よいしょとか、なんか適当にやってもらえばと思うんで、はい、そういうわけで、今日は皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。ただいま、招待が来たりました。600メートル、夜行団という集落からありますか。そこの一応長老なんです。今申し上げられたように満88歳になりました。上野さんがこの八古谷地区に住んでいただくようになって、それまでは実は限界集落という平均が70歳近いような年齢になっておりましたが、上野さんが勇気と決断でもってそんな過疎の地に住むようになっていただいて、それを聞いた方が次々にこの村に住むようになりまして、いっぺんに若返ってもう50歳になっているような大変明るい村になりました。この朝については、朝突然何か喋れということで申し上げましたので、本日は実際にこれが実演されるということです。よく皆さんが見たり体験していただきたいと思います。それから申し遅れましたが、この免許を取るについて、町長が全面的に、私は政治生命をかけてでもあなたが取得されることに頑張りたいということで、町長自身もなんですし、それに応えた知事も大変偉いと思います。よろしく感謝しております。今日皆さんよく実際のこの体験をされて、触れて、またにできれば残るようにしていただきたいと思います。大変掃除でした。ありがとうございました。どうもすみません。それとですね、紹介遅れました。今年からですね、実はその私だけではなくて、実は私の弟なんですけれども。一緒に朝をやっていくよということで、この町に引っ越してきてくれて一緒にやることになって今やってます。
それでまあ今日はですね、これを作るのも自分だけじゃなくて弟と一緒にこれを組み合わせることができたので、まあ弟にもちょっと皆さん温かい拍手を届けたいと思います。はい、それでは、今から引き上げますので、アサビ焼きって皆さんが言いましたら自分が上げますんで、掛け声の方よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、せーの、え、アサビ焼き。すごい、もうそいい匂いだね。いい匂いしてるね。近くの方見ていただけますんで、でも何十年置いてたから。実は阿蘇のことで地図に引っ越してくることになりました。上野さんがこう朝を栽培されるというので、ちょっとお手伝いというか、まあ年寄りが参考資料になるかなと思って協力をさせていただいた経緯がございます。で、まあ今日も上野さんの方からのご招待があったりして顔を出したわけなんですが、私のうちでは戦後24年頃までは朝を栽培して、繊維を取っておりました。それでそういう関係で、その製品もしまっておりまして、今上野さんの手元の方にちょっと参考資料として出しておったりしますし、するんですけれども、今こう向くちょっと実演をしてくれということなんですが、隣の大野さんもこれも私と同年配でございまして、出身地は地元でございます。ですが栽培の方法が我々がやっておった時のとは、ちょっと違います。と言いますのは、上野さんは、種子を取るのが今年は目的で、やられましたので、栽培の方法が全然違っております。我々が繊維を主体にして、栽培しておった時にはもう畑全面に、バラマキというような状態で、バラマキではないんですけれども、クワで削除を切って、その削除にずっとこうバラバラに種をまいて、おったんですけれども、畑全面に、朝が立っておるという状態でございました。しかし上野さんの場合にはそういうやり方では、非常に、種と今度取れる種子との非常に効率が悪いので、1メートル30という間隔で、畝立てをして、その畝に1本ずつ1本通りずっとこう植えておられました。ですから種を取るには非常に好都合なんですけれども、繊維を取るのにしては栽培方法がちょっといわゆる粗かったといいます、薄かった、薄いという我々の言葉で言いますけれども、そういう作り方でした。それとそれ、種まきは、戦前、まあ、我々がずっとやっておった時代には88夜といいますと、
節分から数えて88日目ですので、だいたい5月の1日2日この頃が88夜なんですが、その当時に種まきをして、そして7月の下旬にはだいたい50日程度で買ったものです。で、青い茎のまんまを葉っぱだけ落として、そして、これに入れて蒸し上げたものをすぐ熱いのを川の水に浸して、それで冷ましてから剥きました。ですから、いわゆる今日のこれを見ますと、今上野さんにお伺いしたら、1ヶ月前に買ったということでしたので、それからどうしても茎が乾燥するということと、もう一つ、栽培期間が長いので、この頃になるというと、いわゆる植物学的に言うその形成層という、ズルズルっとした柔らかい部分ですね、成長点のあるあの辺りが非常に少なくなっておって、いわゆる滑りが悪くなっているということも考えられますし、それから栽培期間が長いので、繊維が老化しておって剥きにくいということもあろうかと思います。ですので、我々がやっておった当時のように、この先端までスロッときれいに剥けるということにはなかなかなりにくいじゃなかろうかというふうに思っております。株の方をつまんで、先ほど申し上げましたように皮につけたものを皮から上げて、そして、株を親指と人差し指でこうひねるとくるっと株だけが剥けたものです。そういう状態には、今日のものはおそらくならんだろうというふうに思っております。ですので、まあ、皆さん体験されるとしても、我々がやっておったこの繊維を目的とした栽培方法でやっておったものがそのまま今日実現できるという、体験できるということにはなりにくいやなかろうかなというふうに思っております。一つ、まあ、説明に変えさせていただきます。どうも失礼しました。ありがとうございました。細かく砕くことによって、まあ、建築材になったりだとか、まあ、車のボディになったりだとか、もう今いろんな風に産業から使われてるんですよ。で、まあ、川の部分は特に昔は畳糸ですとか、それこそ神社のしめ縄とか、本当にもう 服ですとか、あのタコ糸ですとか、あの下駄の花尾ですとか、いろんなものに使われたんですね。まあ、そういうわけで、またお家に帰って、もし皆さんやって家やってみようって制度がある方がおられたら、また家でも細かく入るサイズに切ってまた遊んでみてください。あと、まあ、昔から魔除けの効果もありますし、細かく切ってお家 の玄関先になんかに飾ってみるのも面白いかと思います。で、あと、まあ、ちょっと今そういうわけで、ちょっともう一回軽く10分ほど蒸してるんで、もうしばらくお待ちください。栽培してました。昭和24、5年頃までやってる。24、5年、はい。どんな作り方、肥料とか。肥料はもう霜越え。霜越え。何それ。でも JA のなんとかちゃいましたね。霜越えって言った。人分だよ。人分よ。あ、そうですか。